Flying Bob Dude is. You guys ready? Let's go. There's an OVA before season 2. Alright. We can check that out. Oh, this is the finale, episode 11's an OVA. Okay, well, we'll watch, the episode 11 as well. Really impressed with this one. I like this one a lot more. It's really nice. I wonder where he went. That's the thief, isn't it? Oh, Aqua, you can break the curse, right? I don't know if you can break it. Can you break the curse of the Destroyer? いや、もしかしたらってことで。それでもやるだけやってもらえませんか？あ、あとはダメージを与えられる魔法さえあれば。いるだろう。火力持ちならいるじゃないか。頭のおかしいのが。The crazy one。そうか。頭のおかしいのが。Who's the crazy one？おかしいこが。 She's the crazy one? さもなくば、いかに私の頭がおかしいか、今ここで証明することになる。すいません、遅くなりました。ウィズ窓口店の店主です。一応冒険者の資格を持っているので、私もお手伝いに。天使さんだ。貧乏天使さんが来た。勝てる。これで勝てる。 Look at me, guys. なんでこんなに有名なんだ？っていうか、かわいそうだから貧乏天使はやめてやれよ。知らないのか？彼女はもともとスゴ腕アークウィザードとして名を馳せていたんだ。その正体はアンデッドのリッチーだけどな。それでは皆さん、緊急クエスト開始です。I don't know, guys. お前の道しようもない趣味は置いておいて、俺と一思うのも仕方がないが、私が自分の欲望にそこまで忠実な女だと思うか。Yes。思うよ。当たり前じゃん。私はこの地の住人を守らなければならない。この町の住人たちは気にしないだろうが。 少なくとも私はそう思っている。何か理由があるのか？私の本名はダスティネス・フォード・ラティーナという。ララ、なんだって？この近隣を治めるダスティネス家の娘だ。わがままで頑固な仲間は嫌いか。どこかのアークプリーストのわがままは聞いてると色々と引っ張ったきたくなるけど。 今のお前みたいなやつのわがままは嫌いじゃないよ。そうか。ララティーナ。そっちの名前で呼ぶな！この野郎！冒険者の皆さん、そろそろデストロイヤーの任務が。 This thing is insane, by the way. This thing is nuts. Look at it. It's so cool. もし失敗したら、みんなで仲良く土に帰りましょう。冗談じゃないわよ、冗談じゃないわよ。カズマ、そっちは大丈夫なの？大丈夫。私は強い、私は強い。ダメそうだ。俺はこう思う。おい、ちょっと落ち着け。あんまり深く考えるな。我が爆裂魔法で消し飛ばして。ちょっと早い。来るぞー。
Jesus, man. Did it work? It worked? やったぞ、めぐみ。 Just another day in Australia, guys. さすがはリッチ。 私をはるかに上回るレベル。悔しいです。よしよし。よくやったよくやった。やったか。俺、これが終わったら結婚するんだ。はっ、おいおい、こんな時にフラグになるような発言は。さあ、帰って乾杯よ。報酬はおいくらかしらね。はい、乗組員は直ちに避難してください。マジかよ。自爆機能を作動します。自爆機能を作動します。What?Run, motherfuckers!私は最後まで引くわけにはいかない。領民より先に騎士が逃げるなどあってはならない。ダクネス。それに町を吹き飛ばすほどの爆弾に身をさらしているのだと思うとどうだ。あ？なんだ。このかつてない湧き上がる興奮は。果たして私は耐えられるのだろうか。いや、いくら頑丈だとはいえ無事では済まないだろう。もう辛抱たまらん。カズマ、はいはい、私は突撃するぞ。Yes, I'm Kazuma. 行ってくれよ。レベル30を超えているのに、なぜ未だにこの駆け出しの町にいるのかを思い出した。むしろ今まで安くお世話になってきた分。Come on! ここで恩返しできなきゃ終わってるだろう。わあ、ビビってんじゃねえ。俺らも続くぞ。That's quite a lot. What's the plan?カズマさん、もしかしたら制御装置を見つけることができれば自爆を止められるかもしれません。ダークネスのやつ、絶対そんなこと考えずに突っ込んだよな。嫌いでた。 Is that anyone in there? 任せといても大丈夫よ。帰ろ、帰ってまた明日頑張りましょう。かけらもないぐらいにそれはもうすっきりと。いや、未練ぐらいあるだろう。これどう考えても一人寂しく死んでいったみたいな。What's this guy? 国のお偉いさんが無茶言い出した。こんな低予算で機動兵器を作れという無茶だ。こいつの日記なのか。動力源をどうこう言われたけど知るか。伝説のコロナタイトでも持ってこいと言ってやった。本当に持ってきちゃった。どうしよう。これで動かなかったら死刑じゃないの。動いてください。お願いします。終わった。現在ただいま暴走中。国を滅んだ。やべえ、滅んじゃったよ。やべえ。でもなんかスカッとした。満足だ。よし、決めた。もうここで妖精を暮らすとしよう。
ったって降りられないしな、止められないしな。これ作ったやつ絶対バカだろ。ボロナタイト暴走してますね。お前これなんとかできないの？よくあるだろう、女神が悪しき力を封印するとかなんとか。何その身勝手な妄想。ちょっとウィズ、あんたこそなんとかできないの？転移魔法でどこかへ。それよ、それには魔力が足りません。あのカズマさん、お願いが。なんでしょう。あ、吸わせてもらえませんか。喜んで。えっ、な、The guy had no hesitation. He had no hesitation. No one second. No one second of hesitation. Literally none. He's a Chad, exactly. He is an absolute Chad for the greater good. That is a hero right there. He knew what needed to be done, and like a true hero, completely selfless, a true hero said, yes, I am the hero. I will do this, but only for the greater good. Definitely not selfless. Only for the greater good. Only. What an inspiring hero. We should all learn to be more like Kazuma. We should all learn from this. Ah, salute, Kazuma. 吸わせてもらえませんか。喜んで。True hero. 何を。なんて。How brave. 言わない。How brave. で動揺したり、すっとぼけたりするような鈍感系じゃない。ありがとうございます。こちらこそ。では。No, thank you. No, thank you. お父さん、お母さん、俺、異世界で大人になる。That's a bit shit. That's a shame. Poor Kazuma. Poor Kazuma. Random teleport, ならすぐに飛ばせるのですが。じゃあそれだ。ですが、下手したら人が密集している場所に送られることも。世の中ってのは広いんだ。大丈夫。全責任は俺が取る。Just some other poor guy's castle. わかりました。カズマさん、お願いします。テレポート。自爆機。ここにいたのか、ダクネス。まだだ。私の強敵を嗅ぎつける嗅覚が、まだ香ばしい危険の香りを嗅ぎ取っている。まだ終わってないぞ。はあ、や。飛ばした意味ねえ。もう一度エクスプロージョンを。もう魔力がありません。魔力か。とよく考えたら、借金はこの町のギルドが立て替えているんだし、ここでボンってなっちゃえば。おい、自称なんとか。ちょっと今はカズマに構ってあげてる暇はないの。いっそこの fucking Aquaman。 She's using drain。 この非常事態に何すんのよ。非常事態だからだよ。今からお前の魔力をウィズに分けて爆裂魔法を使う。待って、私の神聖な魔力を大量注入したらこの子きっと消えちゃうわよ。マジか。真打ち登場。めぐみ、今日は遅れを取りましたが、あれはそう、ほんの少し調子が悪かっただけです。That guy looks familiar. That guy looks familiar, guys. You fucking ass. This dude literally looks like the fucking guy in Street Fighter, man. Like, come on. Things about this anime, and I know this is gonna sound like just random,
But one of my, but it's you, fuck you guys. Look, one of my favorite thing, Luke looks like the guy from Street of Man. All right, whatever. Anyway, one of my favorite things about this anime is flipping Kazuma like the over talking. I don't know if you guys like notice that or anything like that, or like it or even care. But for me, I love it. Like when someone's talking, you just hear Kazuma in the background. He's like, "Yes, I'm Kazuma. Yes, I agree. Yes, what's going on? Oh, okay." And he just like mumbles over like the other person talking. I love it so much. I love it so much. It's so good. We all agree. Nice. It's the best. It is the best, isn't it? Like earlier when he's like, "Yes, I am Kazuma." It's so good. It's so stupid. I love it. It's the best. Yeah, it's famous for that. Is it? I love that. I'm so happy. It's so fucking great. Is it prompt from the voice actor? It is. So good. この非常事態にセクハラですか？バカ、そうじゃ。まだかしら。もう結構な量を吸われていると思うんですけど。もうちょいいけます。やばいかも。やばいです。おい、なんだよ。破裂とかしないだろうな。光に覆われし漆黒よ。夜をまといし爆炎よ。他はともかく爆裂魔法のことに関しては私は誰にも負けたくないのです。行きます。我が究極の破壊魔法エクスプロージョン。デストロイヤーとの戦いは終わった。They didn't destroy the city again, did they? Oh, no, they didn't. 俺の望んでいた胸躍る冒険の世界とはほど遠いろくでもない世界。でもそれは俺を成長させるための試練だったのかもしれない。長いチュートリアルだったぜ。お？騎士が来てる。おう、じきじきに報酬を渡そうってことかだろうな。これでやっと俺の冒険の始まりか。Jimmy the sword was close. Oh, come on, why is she always bending over like that? 佐藤カズマ、貴様には現在、She's still bending over like that! がかけられている。自分と共に来てもらおうか。はあ、貴様の指示でテレポートさせたというコロナタイトだが、大領主アルダープ様の屋敷を吹き飛ばした。はあ、それはさすがに。何？報奨金もらえるんじゃないの？次の冒険が私を呼んでいる。あい！そうだよ。ここはちっとも思い通りに行ってくれない。そんなろくでもない世界だった。ああ神様、もし次に異世界へ行く機会ができたなら、その時こそは俺がかっこよく活躍できる、そんな素晴らしい世界に行けますように。Literally, he has 10 out of 10 luck. Yeah, I don't know. The debt just keeps building. This poor motherfucker. It's like. Oh, come on!